はあ、なるほど。いいな。ほう、なるほど。しっかりして、おじいちゃん。なんとかできる、あなたの薬で。おう、ちょっと待ってろ。ほーら、できたぜ。こいつをゆっくり飲みな。すまんの。いいってことよ。これが仕事だ。肺がやられてたみてえだな。咳止めも練っといたぜ。タバコはほどほどにな、アレクじいさん。ありがとう、アーフェン。いつも本当に。この村は幸運よ。こんな腕のいい薬師がいるなんて。あの、これしかないけど。お代？いらねえよ。それでうまいもん食わしてやれ。じゃ、また来るぜ。出てくれたか。今日もいい薬作ったぜ。母ちゃんがそっち行って1年か。俺、少しは近づけたかな、あの人みたいに。ここにいたか、アーフェン。ようゼフ、そっちは終わったのかよ。ああ、今日は2件だけ。君がいるから楽なものさ。これでまともにお代をもらってさえくれれば。けどよ、
あの家は孫娘が一人で面倒見てんだ。金とか受け取れねえだろう。冗談だよ。そんな君だから一緒にやってるんじゃないか。村のみんなに薬が届けばそれでいいよ。そうだな。駆け出しだけど薬師が二人もいるんだ。この村は安泰だね。ねえ、どんな病だってかかってきやがるってんだ。頼りにしてるよ、アーフェン。あの悪ガキが立派になって、今でも柄は悪いけど。ほっとけ、坊ちゃん薬師。きっと君の母君も喜んでるよ。さて、ニナが帰りを待ってる。おう、早く帰ってやれよ、兄ちゃん。なあ、アーフェン。君とは幼い頃からずっと一緒に勉強してきてね。だから、なんとなくわかるんだ。君は近頃、何か隠していないかい？アーフェン、君は本当はゼフ！ゼフ、来てくれ、ニナが。何かに噛まれたような跡がある。アーフェン、君も見てくれないか。おう、任せろ。昏睡してる。思ったより深刻だな。ああ、ニナを失いたくない。たった一人の家族なんだ。ニナは今は話せねえ。どうしたもんか。噛まれた跡があるが、何の毒かわからない限り。ああ、誤った薬は逆に命取りだ。どんな反応を起こすか。くそ、一体何に噛まれた。周りを当たってみようぜ。誰か手がかりを知ってるかもよ。ありがとな。なあ、なあ。ニナが。
わかった。ありがとうな。確か。俺が行ってくるわ。やれやれ。ちょっと。ニナ、よかった。おう。くくおう。なるほど。来な。ん？横一文字。行くよ。氷を。
切り裂け。よっしゃ。ほらよ。私の番。強烈な風よ。やれよ。うわっ。そうだ。よっ。はっ。はっ。ひんやりするぜ。なかなか考えがいが。この程度では不合格。授業の時間だ。授業はこれで終わりだ。天前横一文字切り。あっ、どりゃ。さあどうじゃ。炎氷を切り裂け。愛した強さだ。豪華です。
の？よう、悪いな。よし。手加減できねえ方でな。ここからが本番だ。さあ、どうする？幸運の風よ、やれよ。かかってきな。
ほらよ。そんな。さあ、どう出る。氷を切り裂く。覚悟はいいか。さて、どうしよう。さて、探らせてもらう。ほらよ。氷を切り裂け。ほらよ。あれ、氷を切り裂け。な、終わり。これを使え。これでも食らえ。使え。かかってきな。ほらよ。そんな、ここからよ。はい。さてと、ほらよ。あれ、あっ、なあ、ここからが本番だ。そう、ん、そんな、ああ、いいかと見て。覚悟はいいか。どうよ。なかなか考えがいがある。雷鳴よ、轟き響け。何だと。そんな、これはなかなか考えがいが。攻撃を出せい。ちょ、ほらよ。せい。ここからが本番だ。これを使え。なんだと。
氷を切り裂け。さてどうしようか。これでどうかな。さてこれを使え。覚悟はいいか。私の番。これを。覚悟はいいか。横一文字切り。さあ、本気を通りを切り裂け。よっしゃて上がってきな。へい行くぞ。よさあ、氷を切り裂け。授業はこれで終わりだ。な。さて。よし。ニナ。うん。だから、アーフェン。へへ。そんな。うん。おう。ああ。しっかりな。さて。
さて。アーフェン。峠を越えたよ。ニナは解放に向かってる。おお、やったじゃねえか。ありがとう、アーフェン。なんてお礼していいかわからないよ。いいって。苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前だろう、そんなもん。あ、その言葉。いつだっけ、君が子供の頃大病にかかった時。あの時ばかりは僕の父もお手上げだった。でも通りがけの旅の薬師が薬を渡してくれて、よし、これでもう大丈夫だ。おじさん、ありがとう。どうして助けてくれたの？うち、お金ないぞ。いいかい？苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前のことだよ。俺も。おじさんみたいになれるかな。あの日から君は彼の背中を追ってきた。あの人のように苦しむ人を助けたいって。あったな、こんなことも。なあ、アーフェン。君とはそれからずっと一緒に勉強してきたね。だからなんとなくわかるんだ。君は本当はこの村を出て世界中の人を救いたいんだよね。あの旅の薬師のように。バレてたか。うん、バレてたよ。だけど俺にはこの生まれた村があんだよ。ゼフ、お前の腕は知ってる。俺と同じ、いや、ちょっと上かも。俺がいなくなったら一人で村を見ていけんのか。それに俺がいなきゃ誰がゼフをからかってやるんだ。誰がゲルタスの愚痴を聞いてやるんだ。メリルの恋話はどうだ。うん、全部僕が引き受けるさ。何も心配いらない。僕が命に代えて村を守る。約束する。だからさ、行っておいでよ、アーフェン。君らしく胸を張って。行ってくるぜ、母ちゃん。
俺にどこまでやれるかわかんねえけど、あの恩人さんみたいに大陸中の人を救ってくるぜ。しっかり見ててくれな。アーフェン、よかった、やっぱりまだここにいた。なんだゼフ、見送りならいらねえぞ。選別を渡そうと思ってねつまらないものだけど。僕のカバン、よかったら使ってくれないかい？君がどこかで薬を作るとき、僕もいつも一緒にいるよ。やれやれ、本当につまらねえな。それしか思い浮かばなくて。まあ大事にしとくぜ。ありがとうよ。じゃあ俺のも使ってくれるか？ああもちろん、大切に使わせてもらうよ。そんじゃま行ってくるわ。行ってらっしゃい。ありがとうな。ありがとうな。ありがとうな。
ありがとな。ねえ。ありがとな。失礼。ほう、なるほど。ありがとな。ありがとな。授業の時間だ。横一文字切れ。やっ
炎よ。ここからが本番だ。これを使え。さあ、どうする？私の番。さてと。覚悟はいいか？氷を切り裂け。よっしゃ、ほら。さて、さい。さて、氷を切り裂け。行くよ。覚悟はいいか。上がってきな。覚悟はいいか。これを使え。よし。ああ。あ。これを使え。使っておこう。悔しい。さてと。ほらよ。なかなか考えない。これでどうか。本気を出そうか。炎よ、燃えろ。さてと、さて、どうしよう。炎よ、燃えろ。大した強さだ。合格だ。ひんやりするぜ。
行く。横一文ちぎり。ここからが…私の番か。さてと…はっ。さあ、炎…はっ。炎…いい勝負。こんにちは。ありがとな。ありがとな。ありがとな。
ありがとう。ありがとう。失礼。ほう。なるほど。おい。いや。ありがとな。ありがとう。ありがとう。ありがとな。ありがとう。どうぞ。おい、聞いたか？また例のやつが出たらしいぞ。例のやつ？神出鬼没の謎の盗賊だっけか。おう、今度は商人が仕入れたばかりの金細工をやられたとさ。この間の貴族の家といい、警備の厳しいところばかり狙われてるな。何者かは知らんが、大した盗賊もいたもんだぜ。あそこの警備は見かけ倒して盗みやすかったぜ。おいおい、同業の盗みに感心すんなよ。まったく情けねえな。俺たちも謎の盗賊ぐらいでっかい盗みをやってやろうぜ。そうだな、兄弟。あんた
そうか。はあ、そうだな。それでな、テリオンだ。兄弟。おかわりだ。どうぞ。ひょっとしてお客さんも狙いはレイバース家のお宝で？悪いことは言いません。あのお屋敷はやめた方がいいですよ。この前もまた忍び込んだ盗賊が一人衛兵に突き出されましたね。またそんなに捕まっているのか。もう20人は超えているでしょうね。盗賊殺しのレイバース家、その筋では有名な話です。城どころか町一つを買い占めることができるほどの秘宝。そんな噂を聞いた腕自慢の盗賊たちが次々に挑んでいますが、帰り討ちになっている、そういうことか。いまだに秘宝を盗むどころか拝んだものすらいない。今噂になっている神出鬼没の盗賊だって無理でしょうね。なるほど、酒の魚にはもってこいの話だな。お客さんかなりの腕でしょう。こういう店をやっていると自然と目が利くようになりまして、だからこそ忠告しておきます。あそこだけはやめておいた方がいい。ああ、次はこっちも酒の魚になる話を持ってくるさ。
よし。おい。はい。行け。申し訳ありません。だからダメだ。そんな、ダメだ。だから、うん、
おい。あんた。うん。逃がすな！兄弟。おお。くそ。探すぞ！そうだな。
なるほど。ほう。なるほど。ダメだ。そうだ。
待て。ありがとうございます。さて、一文字に力が本番だ。これで終わりか。始めようか。ここからが本番。横一文字切り。どけ。さあ、どうする？はっ。氷を切り裂け。覚悟はいいか。横一文字切り。私の番。なかなか考えがいが。氷を切り裂け。なかなか考えがいが。炎だ。横一文字切り。なかなか考えがいがあるね。やっ。ここからが本番だ。これを使え。さあ、どうする？は
させてもらう。私の番。覚悟はいいか。価値ということであれば、計り知れない価値がございますよ。もっとも、それに気づくかどうかは別の問題でしょうが。何者だ、あんた。この俺に気配を悟らせずに忍び寄るとは。何者かと聞くのは本来こちら側ですよ。しかしここまでたどり着くとは素晴らしい腕をお持ちです。褒めても何も出ないぞ。そのようなつもりで申し上げたわけでは、素直に称賛として受け取ってください。何しろここまで来ることができた最初の盗賊なのですから。腕自慢の盗賊であれば、いずれ挑みたくなる。この屋敷の警備はあえてそのように厳しくしております。どういうことだ。例えば酒場の店主、彼には目をつけた盗賊に屋敷のことを教えるように頼んでいます。つまりわざわざこのお宝を盗賊に狙わせるよう仕組んだのか。
ういうことです。なかなかに察しがよろしいようで。厳重な警備で守られたレイバース家に眠る秘宝、腕自慢の盗賊なら狙ってみたくなる。実際あなたも狙ってきたでしょ。待っていたのですよ、そういう盗賊をね。おびき寄せられたってことか。俺は通りでございます。だがなぜそんな真似をする。それを語って差し上げる必要はございません。申し遅れました。私の名はヒース・コート、レイバース家の執事でございます。気配を殺し俺の背後を取る、そんな男がただの執事だと。まあいい、おびき寄せられた上ここでムザムザと捕まる気はない。帰らせてもらうとしよう。残念ながらそうはいきません。あなたを逃がすわけにはいかないのです。ここからが本番だ。横一文字切り、行くぞ。そうだ、えい、
使わせてもらう。なかなか考えがたい。本気を出すことは。私の番。これを。あ。覚悟はいいか。横一文字切り。行くぞ。これ。私の番。これを。ここからが本番だ。横一文字切り。ここからが本番だ。さて、どうしようか。と。集中していく炎。ここからが本番だ。だい。さて、どうしよう。えい。さあ、どうする？当たらないよ。さあ、どうする？ここからが本番だ。ここからが本番だ。これを使え。さあ、どうする。なかなか考えがいが。せい。私の番。覚悟はいいか。どうでる。集中して。えい。これよ。これよ。さあ、どうで。炎を燃えろ。さあ、どうする。横一文字切り。そうだ、横一文字切り。マヌキさん。さあ、どうする。なかなか考えがいが。炎よ。覚悟はいいか。はい。私の番。
これを使え。私の番。さてどうしようか。使っておこう。授業はこれで終わりだ。やりますな。若い者にはまだまだ負けないつもりでしたが。何者なんだお前は。到底素人の動きではなかったぞ。ただの執事でございますよ。しかしこの勝負、私の勝ちです。何？これは。その腕は一橋の盗賊ならご存知でしょ。罪人の腕は別名愚か者の腕輪。盗みをしくじった間抜けにつけられる屈辱の証。外せ、今すぐにだ。外しませんよ、簡単には。当家の宝を狙うような腕自慢だからこそ、その腕輪は非常に効果がある。盗みをしくじった間抜けの証。腕輪を見られるたびそう思われる。あなたの誇りが許さないはずです。取引するには十分な材料でしょう。当家に盗みに入ったこと、衛兵には届けずに差し上げます。誰だ？ご挨拶が遅れました。私はレイバース家の当主、コーデリア・レイバースと申します。そのお嬢様が盗賊を罠にかけて一体何を企んでいるんだ？その、申し訳ございません。実は、あなたが狙ったその宝石は、龍石という当家の家宝なのです。龍石？はい。当家には代々、四つの龍石が家宝として伝えられてきました。四つ？ここには一つしかないが。はい。私の両親が亡くなった時、その混乱に乗じて、一度は全ての龍石が奪われました。しかしヒースコートが、この青龍石を取り戻してくれたのです。それで、泣ける話らしいが、俺には関係ないことだ。ですから、関係あるようにさせていただきました。残り三つの龍石を取り戻したら、腕を外して差し上げましょう。そういうことか。最初からその役をおびき出すための。ごめんなさい。そうでもしなければ残りの龍石は。大した玉だ。あんたもお嬢様も。
そのような罠にかかる方が悪い。盗賊の世界ではそうではありませんか。まあ、その通りだ。随分と詳しいようだが。その話はいずれまた。それで、引き受けていただけますか。もし取引に応じないのなら。いいだろう。やってやる。それはよろしいことです。では、取引は成立でございますね。おや、お客さん。いっぱいおごってもらおうか。酒の魚になる話を持ってきた。申し訳ありません。私も商売でして。ヒースコートに依頼され、俺を屋敷に忍び込むように仕向けた。ああ言えば逆に必ず行くだろう。そう思いましてね。いかがでしたか。おごりは2杯にしてもらおうかな。ええ、喜んで。ありがとう。ありがとな。くれるようお願いしたのですから。取引だ。頼まれたわけじゃない。ですが。そうですよ、お嬢様。間抜けな盗賊がまんまと罠にはまっただけのこと。その通りだ。残りの流石は3つ。色は違いますが、形は全て同じです。
私が取り戻した流石は青流石と呼ばれています。その他の流石の名も色を冠しており、石流石、緑流石、黄流石と呼ばれます。その3つを取り戻せばこの腕輪を外してくれるんだ。ええ、その通りです。約束はもちろん守りますと。どうだかな。それで何か手がかりはないのか。ノーブルポートに住むとある学者が石流石を研究していると。分かった、まずはそこから探ってみよう。なんだ。道中どうかお気をつけて。何かおかしかったでしょうか。俺が盗みの依頼を受けることになるとは。いや、なんでもない。では行ってくる。ありがとな。ありがとな。
ありがとう。実は。ありがとうな。ありがとうな。ひんやりするぜ。ざっとこんなもんよ。
せ。来な。さて、